この運動をしましたところ、あ、やっぱり違うって思ったので、ぽっこりお腹がすっきりくびれができる簡単な方法をお伝えします。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきまして、お役立ていただけましたらとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひお役立てくださいね。それでは早速1つ目の項目です。なぜこの簡単な方法でぽっこりお腹がすっきりして、しかもくびれができるのかというお話ししていきたいんですけれど もうポイントはですね、やっぱり運動なんですよね。今回お伝えしたいのは簡単な運動でぽっこりお腹が改善して、しかもくびれを作ることができるっていうねことをお伝えしていきたいと思います。それでは2つ目の項目です。じゃあそれ先生何って思いません？私もね、最近ね忙しすぎてなかなか運動もできていなくて、しかも大きなイベントをちょっと立て続けに参加したり、ライブをしたり、いろいろとにかく重なってですね、睡眠不足になってます。そうするとやっぱりね、あれーってなるんですよ。なんかこうお腹周りがなんかすっきりしてこなくなったなとかね、なんかこう下半身がタプタプ重たいなとか、むくんでるなってね最近感じております。そこでこの運動をしましたところ、あ、やっぱり違うって思ったので、あなたにもうすぐねシェアしたくてこの動画撮ったんですけども、私が何をしたかと言いますと、こちらです。じゃん、ドローインダイエットです。でこれ何でしょうかということなんですけども、こうドローインダイエット、要は運動なんですけどね、これをすると基礎代謝が上がって便秘も解消して、お腹すっきりくびれができて姿勢も改善できちゃいますよっていうことなんですが、いかがですか？運動で聞くと、なんか先生私運動苦手なんですとか、私と一緒でしたいけど時間がないとかね、いろいろあると思うんですよ。そういったこう場所に行くのが怖いとかね、今コロナでいろいろ理由あると思うんですけども、大丈夫です。次の3つ目、どのようにそのドローインダイエットすればいいんでしょうかということで、簡単な方法をお伝えしていきます。はい、まずはやり方ですね、方法をお伝えしていきます。とっても簡単ですが、まず聞いてくださいね。順番です。1、鼻からたっぷりですね息を吸ってください。で2つ目、今度は息を口からです、ゆっくり吐きながらお腹をへこませる。でお腹へこませるってね、結構ね感覚難しいと思うんですけども、私はどのようにしてるかというと、イメージですよ、おへそと背骨がギュッとくっつくイメージで、ふーっとねお腹をへこませるんですよね。そしてと同時にお尻の穴です、肛門をギュッと締めていきます。で3つ目、でその状態作ったまま、おへそと背骨がくっついたっていうそのぺったんこの状態のまま、ずっとですね鼻から吸って口から吐くっていう呼吸を、続けるわけなんですよね。だいたい15秒から30秒程度吐ければ OK です。吸うのはねいっぱいいっぱい吸っていただいて構わないんですけども、吸い切ったその息をですね今度出す時に口からこう細く長くですね、こう細い糸をこう作るようなイメージで遠くに向かってこうふーっと吐くようなイメージされると、最初は15秒ぐらいしかできなかった方も20秒30秒40秒、すごい方は、ね、1分とか細く長く、ね、吐くことができます。それ長ければ長いほど効きますから、やってみてくださいね。ということでちょっと今からご一緒にしていきましょうね。鼻からまず息を吸ってください。いいですか？しかもですね、これどんな姿勢でもいいです。寝てようが座ってようがですね、歩いてようがいいです。姿勢は全く気にせず、どんな体勢でも OK です。まず鼻から吸いましょう。そして今度はゆっくりと息を吐きながら、お口からですねお腹をへこませて、お尻もキュッと締めて吐きます。できる方はまだまだやってみてくださいね。これをですね繰り返すわけです。だいたいもう何セットしてもいいんですよ。もう私は本当常にですねお腹はへこませた状態で常に
意識してます。なのでこう自然に結構できちゃうんですよね。これも習慣ですから、最初は結構ね、なんか気づいたらまたお腹出てたってなるかもしれませんけど、常にですねおへそと背骨が私はくっついてるんだっていうこういうイメージでスッとすると、もうまず姿勢も変わりますし骨盤も立ちますし、すごくいいです。でまずそのお腹っていうのは骨格、要は骨がないんですよね。なので出てくるわけです。ですからそこをしっかり常に意識して締めるっていうことが大事。プラスお腹を締めようと思ったらやっぱりね、複合して動く筋肉があります。それが骨盤底筋群といって、要はお股の筋肉。でもお股締めようって言われても難しくないですか。まあ、トイレを我慢するようなイメージとかね言いますけど、それよりも何よりもお尻、肛門を締めた方が一緒に締まります、骨盤底筋群が。なのでお腹をへこませるプラス骨盤底筋群を締めるということで、ダブル効果があるっていうことになるんですよね。ではこのドローインダイエットのメリットがあります。私が思っているメリットなんですけども、とにかくね、場所とか道具がいらない、必要ないんですよね。わざわざそこに行かないとできない運動だったりとか、何か道具を買い揃えるとか必要ないんですよ。もうあなたご自身がいらっしゃれば OK っていうね。私もそうです。とにかく、まあ、身一つでできますよということと、嬉しいのがどんな姿勢でも基本 OK です。こういうふうに座ってようが寝てようがですね、歩いてようがですよ、とにかくどんな姿勢だって OK です。お腹とお尻を締めておくのが大事。そして無理なくできますよね。別にそんなにいろんな条件全くいらないわけですからね、もう無理なくできますし、そして体に負担なく続けることができる。例えば、まあ、私はあの女性専門の、ね、整体サロンの、まあ、療法士ですから、日々女性の方の骨盤のケアもしてるんですけども、やっぱりね、痛みがある方って運動できないんですよね。したくたってできないんですよ。本当は歩きたい、走りたい、運動したいけど、腰とか膝とか股関節が痛かったりとか、まあ、もしくは忙しすぎて時間がないとか、いろんな理由でできない方にでもやっぱり負担なくですね、このドローインダイエットを続けることができるんですよね。なぜかというと、基本お腹とお尻締めてるだけですから。でこれがなぜ腸活かっていうと、このギュッと締めたりですね、また緩めたりっていうこの繰り返しが結局腸にいい塩梅でね、刺激がいくんですよね。そうすると前頭脳が活発になって、ますます腸が元気になってくれる、イコールデトックスができたりとか消化吸収ができて、どん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 ね、痩せ体質になることができるんですよね。ですから今すぐあなたも私とご一緒にこのドローインダイエット、もうこんなにメリットありますし効果も高いですよ。これ常にね締めておくって、本当姿勢も保つことができますから、とっても大事。姿勢って大事です。姿勢が正しいとパフォーマンスが上がりますから、いろんなね臓器が活発化するんですよね。そうすると同じカロリーをとっても、その使うね、その消費量がね変わってきます。ですから姿勢を正すっていうこともね、ダイエットに直結してますから、ぜひ取り組んでみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。